藤井劇です。今6月1日の夕刻でありますけれども、この時点で内外情勢を展望しておきたいと思います。短い時間ですが、このところの情勢をまとめておきたいと思います。国内ではですね、いよいよ、小沢一郎幹事長が、民主党幹事長が鳩山の首切りに動いてきたということだと思います。でこれは私のレポートをずっと読み聞きしてくださっている方にとっては想定内の話だと思いますが、おそらく、鳩山の首を切り替えて新内閣で、新首相で、そして参議院選挙に臨むというのが今小沢さんの持っているメジャーな彼の一番のシナリオの一つでしょう。それ以外のシナリオも用意していると思います。一方でですね、アメリカとの関係が民主党政権は調整されてですね、それによって、ややアメリカとの関係は好転したのではないかというふうに、思います。そこのところを朝鮮半島における哨戒艇事件、3月26日の、朝鮮半島における韓国の哨戒艇爆破事件等も絡んだ国際情勢だと思いますので、そこら辺を総括して分析かつ予測しておきたいと思います。さて、3月26日にですね、朝鮮半島 でですね、韓国の哨戒艦、これ1200トンから1300トンの船が真っ二つになるという大事件が起きました。これ4月20日にレポートが出まして、これは多国籍のレポートです。これによって北朝鮮のテロだということがほぼ確定したわけでありますけれども、これで有利になったのはどこかと言いますと、アメリカの外交はですね、非常に米外交に自信が復活してきまして、そしてアメリカの経済も今そこそこ、ヨーロッパと比べたらいいですから、アメリカが自信を取り戻してきたという感じです。北朝鮮の結局ああいうテロ行動をチャイナが抑えることができなかったということで、今一番劣勢に立たされているのはチャイナです。北朝鮮ではありません。ですから今温家宝首相が来日しておりますけども、非常に日本の世論を懐柔すべく低姿勢のですね、訪日ということになっております。習近平が来た時とは非常にムードが違いますということは、外交上もアメリカがどんどん押しまくる、チャイナの方としては北朝鮮をまたもや核実験の時と同じでまたもや抑えきれなかったということで、そしてチャイナの国内の今経済情勢も良くない、これからバブルの崩壊期に入っていく、ヨーロッパの資本が貸し剥がしを今チャイナからやってます。これがチャイナは経済的にも厳しいし、外交上もですね、北朝鮮のテロを抑えられなかったということで、アメリカの攻勢を受けている、攻撃を受けている受け身の立場にあるということですね。でアメリカとすると国内的には経済情勢もやや落ち着いている、決して良くはないのだけれども、昨年の春に銀行のストレステストも終わって、そしてヨーロッパが今大混乱にある中でアメリカは比較的落ち着いている、外交的にもいわば外交攻勢をかけている立場であります。それから朝鮮半島情勢のもう一人の勝者というのは、これはイ・ミョンパク韓国大統領です。彼の政権は非常に支持率が低かったのですけども、このいわゆる北風が吹くことによって、朝鮮半島ではそういう言い方しますけど、北の脅威が眼前の明白のものになることによって、やはり保守派の大統領じゃないとダメだと、またアメリカとの外交軍事関係が緊密じゃなきゃダメだということで、イ・ミョンパク保守派の大統領のこの支持率が急に高まっているという情勢ですね。そして北朝鮮はおそらく次世代のこれ、リーダーにバトンタッチするための次世代の金正恩という人がおそらくこの対韓国攻撃をやったということで、彼が勇気を示した、彼が胆力を示したという形で次世代のリーダーへの交代をやる前提、伏線がこの事件によって張られているんだと思います。もう一つ大事なことは、朝鮮半島では絶対に戦争は起きません。二度と起きません。それを前提に全てのことは進んでいると言っていいでしょう。特に今回のことに関しては、北朝鮮の攻撃に対して韓国とアメリカの動きは連動して非常にいい形で動いております。そしてそのショックを受けて日本の世論もですね、やはりアメリカの沖縄における存在というものは必要である、という認識が非常に強くなってきました。これは実は沖縄の米軍というのは対チャイナの抑止力として大事なわけでありますけれども、もちろん北朝鮮に対しても意味はあります。ということで、ルーピー鳩山もようやくですね、抑止力米、アメリカの特に海兵隊の抑止力の意味が分かったなと言っておりましたけれども、このもう一応これを米軍基地の存続を、ほぼ昔決めたような形で、自民党が決めたような形で民主党は受け入れるということになりましたので、アメリカはこれで一応 OK です。しかし、小沢さんとしては、
これはその点でですね、鳩山社民党を切って極端な反米勢力ですね、これを切り、そしてあのルーピー鳩山ではどうしようもないということで、これ国内的にも選挙に向けてどうしようもないですが、アメリカ側に向けてもですね、あれが首相ではどうしようもないということでしょう。アメリカ側も鳩山の首切ることを望んでいるということであれば、それがアメリカとの間のギブアンドテイクも小沢さんとすれば成立する。沖縄の米軍基地は我々が保証します。その点において小沢さんは親中一辺とかややアメリカ寄りに舵を切った。そこで社民党も切った。社民党を切った責任を鳩山に押し付けて、そしてもってこのリーダーシップのない人ではしょうがないということで首をすげ替えて、そして参議院選挙に臨むというのが小沢さんのベストシナリオでしょう。おそらく陰でですね、これは日本の郵便貯金を増額して、そのお金でアメリカの国債も買いますよという、この亀井さんの国民新党路線ということもアメリカをある程度ですね、なだめる、経済的になだめる条件で使われているのではないかなというふうに、思います。そしてそうしますとですね、次の首相候補は誰なんだろうといった場合、原口さんや枝野さんの名前前から出てますけども、ダークホースは前原さんじゃないかというのは、前原さんは国土交通大臣ですけれども、彼は外交問題は比較的よく知っている、チャイナの脅威というものを軍事問題についての常識はある人です。ですからこの人がトップに立てば、アメリカとしては非常にやりやすい形になります。そして前原と小沢は仲が悪いということになっておりますけれども、これがあうんの呼吸で協力できれば、小沢さんとしてはアメリカに対してもカードを切りですね、妥協し、そして、政権を継続していくということに非常に有力なカードに、前原カードというのはおそらくなるでしょうと。前原さんが次の首相候補ではないというのは、候補になるのではないかというのは、5月24日の西岡幹事先生の、ブログで、指摘されているところでありますけれども、なかなか深読みした次の一手だというふうに、オプションの一つだというふうに考えられます。しかしいずれにしろ、国民がですね、この新しい首相あるいは新内閣に騙されてですね、これで、ね、参議院選挙で民主党に安易な勝利を与えることになれば、これはまさに自殺行為だと思います。勝たせないまでもですね、民主党の負け方が非常に少ないということであり、そして補完勢力としてのみんなの党がかなりの議席を取りますと、選挙後は必ず民主党みんなの党の連合ということに、連立政権になります。そうしますと、前から私が警告を発しているようにですね、人権擁護法案という名前の人権弾圧法案が通り、そして日本国内で自由な言論活動、自由な政治活動ができないような状況を作っておいて、外国人参政権法案、そして外国人住民基本法、あるいは親子夫婦別姓の、民法改悪、こういった悪法が次から次へ通っていく状況になってしまうのではないかと思います。その点では、今我々がそう見ている事態は、すでに何ヶ月か前に我々が想定した事態だと思いますが、朝鮮半島とアメリカのファクターによってやや様子が変わってきたなというふうには思っています。ともかくも、たとえ鳩山さんの首が切られ、そして新しい人が首相になり、内閣のメンバーが一新して女性の閣僚などが増えたにしても、それは本質的には民主党の本質何ら変わるものではない、極めて危険な日本国そのものを解体する党であるということの本質は変わっていないと思いますので、やはりあくまでこの民主党を次の選挙で勝たせてはいけない、ストップ・ザ・民主党をやらなければいけない。また補完勢力である、民主補完勢力であるみんなの党、これもまとめてですね、両者が合わせた議席でこれを敗北するように持っていかなければ、日本再生への希望はとても持てないというふうに思っています。6月1日、今だいたい夕刻6時ぐらいでありますけど、この時点における私の内外情勢の分析です。